11月26日の運の塾通信をお送りしています。世界経済は重力に逆らっている。それは長くは続かない。今日5日目です。長期金利の上昇など脅威は山積みしている。今日5日目ですね。より希望が持てる可能性はおそらく人工知能のおかげで生産性が急上昇することだろう。その結果所得と収益が増加すれば金利の上昇に耐えられるようになるだろう。実際11月2日に発表される数字によるとアメリカの生産性は第3四半期に急上昇したと予想されている。 AI がさらなる生産性向上をもたらす可能性があるからこそ長期金利上昇が今のところ株価に穴を開けていないのだろう。マイクロソフトや NVIDIA を含むハイテク企業7社の評価が上昇していなければアメリカ株の S&P500 指数は今年下落していただろう。落ち込まないで。しかしその希望とは裏腹に生産性向上への脅威がつきまとっている。ドナルド・トランプはホワイトハウスに戻れば新たな関税を大幅に引き上げると宣言している。政府は産業政策でますます市場を歪めている。高齢化が進みグリーンエネルギーへの移行が迫り世界各地で紛争が勃発すれば国防費も増大する。このような状況を前にして世界経済がこのまま続くと考える人は大きな賭けに出ていることになる。ということで、人工知能がですね、金利の上昇をカバーするだけの生産性の向上を期待できるのではないかという、実際にはアメリカの生産性は第3四半期に、急上昇したということが予想されているわけで、しかもハイテク企業7社の株価の上昇があったおかげでアメリカ全体の株価を維持していたということが言えると思うということですね。そうは言ってもですね、生産性向上への脅威があるわけで、ドナルド・トランプが当選すれば対中関税が大幅に引き上げられるし、政府は産業政策で市場を歪めるし、高齢化が進みグリーンエネルギーへの移行が迫り世界各地の紛争によって国防費が増大するということで、経済に対する影響というのは計り知れないものがありそうだということは言ってますね。